皆さんこんにちは。ジャーナリストで参政党ボードメンバーの篠原丈一郎です。今日は参政党史論の22回目ですが、先般ですね、私は北海道の寿都町に、この原発のですね、燃料の核廃棄物、高レベル放射性廃棄物の最終処分場の選定のための調査にあたり、文献調査というものを寿都町が受け入れるという話を聞きまして、この寿都町に取材に行ってまいりました。この問題についてはですね、住民の中にも賛成、反対、両論がありまして、町長の受け入れ、あと議会のですね、その承認の方向についてですね、様々な議論が行われているところです。私が懸念するのは、これにですね、外部から例えば脱原発を唱えた政治的な団体とか運動団体が介入をしてですね、まあいろいろ知恵を貸すのはいいと思うんですけども、住民の生活の場を踏み荒らしてですね、地域は本当に小さな地域ですから分断されて、街づくりに禍根を残す、こういうことになることを大変懸念しております。しかしやはり賛否があるのは事実ですから、それが事実と、そして将来にわたるですね、寿都町の発展、発展というか今発展という方向じゃないんだと思いますが、この方向についてのコンセンサス、合意が得られる中で、この問題が解決されていくことを願っています。その上でですね、今核廃棄物の最終処分、わかりやすく言えばですね、地層処分というもので、およそ地下300メートル以上ですね、の下の安定地層の中に、この放射性を帯びたですね、高レベルの廃棄物については、地表に及ばない範囲で、長期の保管、数百年あるいは1万年規模のですね、保管をしながら、無害化を図る、放射性元素のですね、半減期になると思うんですけどね。そういう形で、埋設処分をしていくということを前提に、それの適地として、寿都町周辺が向いているかどうかを、新たに調査をするんではなくて、過去のいろんなデータですね、地質データ、その他のデータについて、まとめて調査をするということが、手続き上決められています。この調査を受け入れますと、この受け入れ自体が最終処分場をこの土地に受け入れることにはなりませんが、とりあえずですね、20億円のですね、補助金が出されるということもあり、この寿都町においてはですね、人口が大変急減しておりまして、現在2900人の町なんですが、しかし大変な努力をですね、町民の皆さんはされておりまして、町政、町民ともにですね、努力した結果ですね、今、町政はですね、予算規模で60億円程度のですね、2900人の自治体としては破格の予算規模で運営され、公共施設、その他ですね、漁港の施設についても非常に良好に建設され、また整備、維持されているところです。これはですね、企業会計として、風力発電をですね、大々的に取り入れて、北海道電力にこの売電を行うということで賄われているわけなんですね。ところが、近々ですね、この売電の価格も徐々にですね、もう将来的にわたって落ちてくることが分かってますので、この町としては新たなね、財源の獲得もしなきゃなりませんし、現状でも止まらないですね、人口の減少、これを食い止めるためにはですね、外部からの労働力の流入、そういう、一種ですね、先回りした話になりますとね、こういうですね、核廃棄物をですね、受け入れて地下に入れる、そしてきちんと管理していくという、施設ができればですね、それ自体が雇用のね、拡大にもなるという問題はあります。そういうことも見据えた上でですね、当面、この20億円を受けることでですね、新たな風力発電の、建築の検討であるとか、様々な施策の検討に一歩を踏み出せる。というのはですね、この風力発電以外ですね、税収上はこの人口では増加は見込めないんですね。こういう町であるという特性を持っていて、まさに今非常にですね、自然条件も
あるいはですね、漁業の基地としても良好な条件にあり、働いている方々は非常にですね、生き生き働いてですね、所得も得てるんですけれども、この生活を維持するためには、新たな変革が必要だという地域であるという、そこが苦悩の内容になっております。したがってですね、この文献調査というものを受け入れること、これが将来の最終処分場受け入れにもつながるんじゃないかという可能性は出てくるんですが、これについて賛成あるいは反対、町内でする方々双方ともですね、町の未来を考えて、それぞれのご意見をお持ちだということは、賛否両論を私は聞いてきて痛感したところであります。こうした際にですね、重要なのはこういう問題はこれから全国的に起こっていきます。この寿都町はですね、隣接した町にですね、泊原発という原発があって、今稼働はしておりませんけれども、安全性が可能、再確認されれば再稼働という手続きに入っていくと思います。またその隣にはですね、鴨江内という村があります。やはり過疎に苦しんでいる村ですが、ここもですね、この高レベル放射性廃棄物の最終処分場をですね、立地適否のための文献調査の受け入れを検討しているところです。このように、およそですね、現在の見通しではね、10以内の自治体が、この最終処分場をですね、適否を考えるためのですね、文献調査の受け入れを検討していると言われています。そうしますと、これは全国的な問題になってくるわけですね。その時私考えたんですが、一番の責任、この文献調査を受け入れるということについてですね、誰が責任があるのかということなんですが、それは客観的科学的事実とデータをですね、しっかり提供し分かりやすく説明するという責任が国や機構にあると思います。経済産業省資源エネルギー庁がこの問題を国では担当しておりますし、またですね、この文献調査についての実施説明についてはですね、原子力発電環境整備機構NUMOと言います。このですね、機構がですね、責任を負っております。しかしですね、こういう団体およびですね、政府が繰り返し説明はしてるんですけども、なかなかコンセンサス全体で得られていないという問題があります。もう一つの問題として言いますとですね、これはですね、実はこれ原発反対の全国の運動が作っているですね、特定非営利活動法人原子力資料情報室、これはですね、ありていに言いますと共産党系の方や社民党系の方が協力して、作っている機構でありまして、幹事にはですね、福島みずほさんのパートナーである海斗弁護士も入っているという、まあ、それだけで性格がわかる団体ですが、これは実にですね、わかりやすくですね、いろんな諸問題ですね、埋め立て処分のこの評価は別にしてね、こういう仕組みで、埋め立てになるんだと、原発から発生して、燃料採取から発生して原発で使って、どのようにね、低レベルのはどちらに行って、高レベルはこうやって地下300メートルに行く。こういう非常にわかりやすいですね、データをですね、次々にね、出してる。まあ、はっきり言えばですね、分かってもらうということをね、重点にですね、資料を作ってるわけなんです。まあ、結論的にはね、私は、都合の悪いことはちょっと伏せてるなっていう思いはありますが、しかし分かりやすさという点では非常に優れたものだと思います。一方ですね、先ほど申した文献調査について説明している、このNUMO原子力発電環境整備機構の資料は、まあ、こうなるわけですよね。活字中心で、いかにもお役所的なですね、これをですね、説明会に出た住民の方がですね、お仕事を終えた後来て話を聞きながら見てもですね、これ大学の授業よりも難しい話になりますよね。先ほどのような分かりやすい図解はありません。そしてですね、経産省に至ってはもっとこう分かりやすいように作ってるつもりなんでしょうけれども、まあ煩雑ですよね。いい資料ではあります。例えば反対派の皆さんが言うように、まだ世界でこう決まってないというような話が、実はいくつかの国できちんとですね、検討されていて、しかももう実現が決まっているフィンランド、スウェーデン、フランスのケースも説明されています。これは原発のある国はみんな検討してるんですね。
まあ、こういう資料なんですが、これはですね、いかにもですね、これページで言うとですね、34ページもあるんですよ。こういうパワーポイントというもので作ってるんですけどね。これをですね、よっぽど専門的な興味がない限りは、住民が目を通すというわけにはいかないと思うんですね。もう一度こう見ますとね、これだとですね、ページ数で言うとですね、11ページなんですが、細かいことも書いてあります。付録でですね、こう解説が書いてあって、絵を追ってさらに知りたいことはこっちのね、補足解説を項目によって読むというね、なかなかわかりやすい構成になっております。何よりもイラストがですね、一番イメージが出やすいものをね、きちんと書いている。このようなイラストは先ほどの入門のものにも経産省のものにもありません。まあ、こういう形で見ますとね、やはりね、住民の不安解消っていう点ではね、本来は分かりやすい説明が必要なんですが、説明すべきね、国機構がですね、きちんと分かりやすい資料を作っているのかという点では、私は大変に問題があると考えます。したがってですね、まあこれ参政党がですね、将来、あるいはまあ地方議員も生まれていますので、その地方の問題にもなります。これはですね、北海道のような人口が希薄な地域だけの問題ではなくて、本来はですね、安全ということが前提ですからね、地層処分というのは安全が前提ですから、人口が希薄でない地域であってもですね、コストを度外視すれば、当然作ることが考えられることもあり得るわけです。もちろん人口が集中した土地領土が高いところではですね、土地の買収その他工事についてのですね、対策等で、大変な経費がかかることは明らかでありますので、そこは問題ではありますけどもね、これは全国がかかる問題であると思います。そうした点で参政党としてはですね、やはりこうした問題が浮上した際は、国及びこの国に付随したですね、機構の責任において、客観的で科学的な事実とデータに基づく議論を住民がやるために、しっかりとした情報提供を行う。これをまずですね、この文献調査の段階。文献調査の段階は、あくまでこれは調査を受け入れていることであって、それ自体がデータが出てきても、それイコール最終処分場の受け入れではないということを何度も国としては言明もしてますし決めてもいますし、逆にですね、原発反対の方々の議論というのはですね、例えば別の資料もありますけれども、こういうことを言ってるわけですよね。不安を煽ってるわけです。これは良くないと思います。私、調査は途中で引き返せるのかと、引き返せないんじゃないかというような不安をですね、いろんなですね、大臣とかの言葉尻を捉えてやる。まあ、これはこれで大事なんですけどね。大臣に信を問う必要があると思います。しかしながらですね、あくまで制度的にはですね、この文献調査を受け入れた、そしてこの調査結果が出た段階でまた50億円ということになっております。こういうものがですね、過疎に悩むですね、まあ、地域の振興ですね、もう一度人口をね、そこを出して、上昇曲線にして産業も振興して自前の税制でね、企業会計といういわば企業お金儲けをする悪いことじゃないんですけども、この人口を増やしながら税収も増やすという本来の自治体のね、望ましいやり方に戻すようなためにこれを活用するということは当然あってもいいと思います。そのために国はあるいは機構はですね、もっと分かりやすい説明をしろということが、参政党としてはですね、政策的な提言になると考えております。まあそういうことでですね、今後とも北海道寿都町の議論については、私としては注目してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。